こんばんは、お久しぶりです。ちょっとですね、更新が遅れてしまってごめんなさい。何でしたっけ、これだ。ブラックローズと行くところの呪われし失意の楽園、白い女の子が出てくるという噂のですね、 BBS に書き込まれていたこのワードのところに行くんですけど、全然レベルが足りてなかったんですよね。確か全然レベルが足りてなかったんで、それに行くよと。でですね、まあブラックローズを仲間にして、あ、そう、行くんで、だからそれに行くんだけど、パーティーブラックローズ、ブラックローズ入れて、よあとだから回復薬も欲しいんで、ミストラル入れるか。メールが謎のミストラルで、レベル上げをしたんですよ相当。ちょっとステータス見ます。レベル上げをしました。あとね、現状ですね、あの手に入る泉でね、ランクアップで手に入る最強装備も揃えてきたんで、これでね、ある程度ね、ストーリーはね、ガンガンいけると思います。いきましょう。あ、待って、持ち物いっぱいとかない？大丈夫？ちょっと一回道具預けてきます。よし、じゃあ、呪われし失意の楽園だっけ、なんだっけ、ワードリスト、あ、そう、呪われし失意の楽園行きます。はい、前回の動画、皆さんちょっと思い出してください。私も思い出しながらやるんですが、このね、これゲットしてるはずなんですよ。これほら、9も手に入ってるから。え、待って、 A が足りないじゃん。嘘だろ。これで A が、あ、 OK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 、 ラッキー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 、オッケー、行った、来ました。いかにもって感じ。確かにやば、このダンジョン気持ち悪い。行きましょう。あー、やっぱ体の中系だ。敵のレベルがどんなもんか、あ、出てこない。敵は、あ、これはす、あ、ばばい、これ食らうとめんどくさいんですよ。オッケー、一発で倒せるわ。ここはなんだ。だから私は彼女をアウラと名付けよう。君なしにこの子はありえなかった。光り輝く子、アウラ。え、彼女に私たちの意志を託す。怖い。彼女に私たちの未来を託そう。彼女こそ私たちに。ぬいぐるみ顔違ったりしてるやん。え、何？アウラって。何なの？これ。アウラって白いあの女の子？わからない。でも。アウラってのはあの女の子のことじゃないかな。怖すぎない？こんな女の子ってあの腕輪をくれたって言ってた。うん、なんだかそんな気がするんだ。あ、ここにも何かあるよ。波に蹂躙されし麦畑に背を向けて、影持つ娘のつぶやける、きっと帰るゆえ、されど娘は知らざるなり、旅路の果てに待つ真実を、彼女らの地のとこしえに失われし。何これも、なんだかわかんないね。え、何だったんですか？また、何かあったらメールする。はい。うん。こっちもそうする。それじゃあまた。これで、BBS かメールパターンかな、また。そのパターンじゃないんですか？
ちょっとプチグソとやらに、これでしょプチグソって、要はこれに餌をあげるところがあるっていう話をコメント欄で情報いただいたんで、ちょっとそこに行きたいです。一回あ、プチグソや、プチグソについて、はい、神獣なんですね。最近では数も減りかなり貴重な存在となっています。中でもプチグソの子供はかなりレアなので、あなたはラッキーですよ。育成までできるんですか。なんでできるんですか。はい、食べ物について、はいはいはい、なるほど。幻獣から成獣、あ、幼獣から成獣へと成長していきます。言葉遣いも変わっていくの。なるほど、わかりました。どこにいるんですか、私のプチグソの。あ、これか、これは私のチビグソ第一段階。かわいい。かわいいな。じゃあなんか、みかんの卵いっぱい持ってるんで、いっぱいあげちゃおう。3個ぐらいあげちゃおう。でかくなった。生で食べると辛いもの。昔の変な武器の近くによく生えてる虫。え？何それ？体臭マイナス9、ひねくれ度マイナス3。何生で食べると辛いものって？パンプキン、キノコ、アップル、絶対違うよね。金の卵あげます、じゃあ。サイズが10になるって。声も変わったわ。あ、マンドラゴラが食べたいってねえな、それ持ってねえ。つぞめのタバコ食べてください。知能下がるけど。ホワイトチェリーないです、それは。未だ見ぬ卵食べてください。知能めっちゃ下がるな、大丈夫かこれ。熊猫の卵で知能ちょっと上げておきましょう。ブッヒー、でかくなったよ。未だ見ぬ卵あるよ、未だ見ぬ卵いっぱい。どれくらい食う？3つでいい？5個いっちゃう。じゃあ5個。様子が変ですって。アモーレ、おー、アンドレ、ありがとう、アモーレ。おかげで僕はこんな立派な紳士に、これまでの情愛に感謝を込めて、これを受け取ってほしい。オッケー、アモーレ。いや、いいですね。クソ貴族だって。いや、それをフィールドで吹いて、僕を呼んでくれないか、アモーレ。今までの恩返しをさせてもらうよ。アモーレ、めっちゃ面白いじゃん。いや、いいですよ。あの、長友選手好きなんで、アモーレは全然 OK です。アンドレ、まあいいです。もう、はい。アンドレ、アモーレでもう十分です。僕にとっては。じゃ一回、じゃ戻りましょう。きっと BBS が来てるでしょう。ほらな。ミッシング。え、なになに？アルフさんを最近見かけません。ちょっと心配です。アルフさん元気ですか？そういえば見ないな。飽きちゃったのかも。最後に会った時、面白いエリアを見つけて、そこにはまってるって言ってたから、飽きてはいないような気がするんだよね。あ、プロテクトが入ってたと。なるほど。いや、アルフさんはいなくなったか、系ありますね。
ニューロゴーグル FMD、 ニューロゴーグルね。はい。何の話してんのこれ。死亡したと書いてあるけど、死刑判決は出たけどまだ執行されてなかったのでは。なんだ、アルティミット、またバージョンアップ。ああ OS の話ね。え、何にもないじゃん。あ、メール来てる。 BBS 見た？ミスティングの書き込み気にならない？私ちょっと調べてみるね。の後にあんたって部屋にいる時って何してる？ゲームばっかしてないで運動もやんなさいよ。太るわよ。余計なお世話だ。なんだこいつ。ブラックローズは運動部に入ってたりして、何の会話してるんですかこの人たちは。あ、また BBS 来てる。オルカさん、ボブです。え、何、オルカ、あ、オルカと一番最初に行ったとこに行くってことね。なるほどなるほど。デルタサーバーにやってまいりまして、これ一人で行くべきなんかな。一応パーティー入れていきますか。ピロシとか、ピロシとは、え、ミストラルは、ミストラルはいつでもいる。いつでもゲームやってるこの人は本当に。あとはどうする？ガルさん連れてくか。じゃあ、お前か、すぐ行く。絶対好きじゃん俺のこと。ワードリスト、これか、あ、これか。あ、誰かいるな。あ、オルカさんの友達？そっか、この場所が分かったんだもんね。で、オルカさんは？いや、ボブっていう名前の割に格好との、何、ギャップがすごすぎるよ、格好と名前が。オルカは、そんなことってまさかあの噂。噂？オルカもそんなこと言ってたけど、ザワールドには得体の知れない何かが潜んでいるんじゃないかって話聞いたことない？オルカはそれを調べてたの？オイラも詳しくは知らないんだけどさ、リンダがいろいろしつこく聞いてたな。彼女ならオイラよりは知ってるかも。リンダ、デルタサーバー埋もれし異教のネスターにいると思うよ。そこに行くってことですね。行ってみる。それからこれ、覚醒の秘伝書？オルカさん、これをあんたにやるつもりだったんじゃないかな。何なんだ覚醒の秘伝書って。なんかさっきからいっぱいいろいろなアイテム手に入ってるけど、何ですかそれは。あ、これか、これ使っちゃおうよ。じゃあ、で、なんとかのなんとかのネッサ、あ、これです、これいきます。また泉があるな。これがダンジョンですね。ダンジョン行っちゃえばいいのかな。ダンジョン行きます。じゃあ、あ、君がオルカの友達？リンダ。うん、ボブから話は聞いてる。例の噂のことだろ。ザワールドはただのネットゲームじゃない。別の目的を持った何かがうごめいている。なるほど。別の目的を持った何かって。さあね、結局のところただの噂だし、本当にそんな何かがあるのかどうか。でもね、オルカとバルムンクはその何かの正体をつかもうと
動いてたよ。はいはいはい。オルカとバルムンク。蒼天のバルムンク、爽快のオルカ、誰言うとなくフィアナの末裔。そんな二つ名を持つ最強のパーティーさ。あの聖騎士みたいな人でしょ。なのにそのオルカでさえ悪いことは言わない。噂のことなんか忘れちまいな。そういうわけにもいかないんだ。うん、僕はオルカの友達だから。なるほどね、それが理由か。ならデルタサーバー孤立せる沈黙の大豚に行ってみるといい。オルカはそこで奇妙な部屋を見つけたと言っていた。もうみんなあの本当あの町にいて、ま、夕暮れ流の加護のあらんことを町で話しませんか。で、今教えてもらったワードに行けばいいってことですね。はい。え？マジ？足りるのかこれ。あ、B が足んない。 B って中型モンスターですよね。ちょっとプチグソ呼んでみましょう、せっかくだから。重要アイテム、プチグソの笛。おぉ、はははは、早い早い早い。リンダに言われたワードのこのね、プロテクトのウィルスコア B 手に入れてきたんでやりましょう。めっちゃ大変だわ、ウィルスコア手に入れんの。こうかな。 OK、 来ましたね。フィールドにはダンジョンしかない。行きましょう。なんかデータドレインして経験値が1000失われたみたいなのが3回ぐらい出てレベルが3ぐらい下がりました。なのでまずいです、非常に。わかった。データドレインが絶対的に必要なのにデータドレインを自由にできないっていうこの仕様がね、なんかドタクっぽくて好きです。だいぶなんかラストダンジョンっぽい音楽とこのね雰囲気になってきたんで、これもしかしたらそろそろか、ボリューム1は。そんな感じがしてきた。なんだこいつ、でけえでけえの来た。ん？なんだここは。なんだ？まるで誰かがここにあったものを無理やり削り取っていったみたいだ。ここにいても仕方ないな。え、なになになに？タウンに戻ろう。え、その削り取られた部屋を見るためだけにウイルスコア集めたん？私は。メール来た。はい、メール。もうゲームを落とさなきゃメール見れないっていう。あ、ガルデニア。あ、手がかりミッケラって。アルフの知り合いとのコンタクトに成功と。何かつかめるといいね。わかりました。シータサーバーですね。で、ガルデニアが、私は生き物が好きだ。何の話してます？あ、生物ね。国語の方が好き。はあ、疲れました。で、シータサーバーかな。シータサーバー、シータサーバー、大いなる最果ての欲度、行くよ。はい。これブラックローズはあれですね、多分パーティーに入れとかないと怒られるやつなんで、ブラックローズとよー、パーティー入れるミストラル行きましょうか。はい。
待ち合わせ場所はダンジョンの最深部。いいわね。わかりました。ダンジョンの…あ、ちょっと使おう使おう、せっかくだから。プチグソちゃん早いですね。なんだっけこいつの名前忘れたけど、なんて言ったっけ、アモーレで、ちょっとスキル、ウィルスコアもね、ちょっと貯めていきながら行きたいんで。あれ最深部だけど、ここあれ双剣地獄門はちょっと取っときましょう。というのこのフロアのどっかに誰かがいると、待ち合わせ場所と言われている場所。あ、あ、いたいた。はい、メグ。え、管理者じゃないの？だってあれ、あの太ってる人。え、メグさん、アルフの言ってたエリアってどこ？管理者と話してるじゃん。もういいの。は？何それ、いいってどういう。さっき BBS にワード書き込んだんだけど、なんかヤバいみたいでごめんなさい。管理者に口止めされてんな。ほら言っちゃったよ。でも聞いたよね。うん、 BBS。来てるね、新しい書き込み。ミッシング、そのワードください、ちょっと試してみたい。あ、せ、削除されてる。あ、オルカさん、ボブです。あ、ボブね。有名人だったのね。あ、そうそうそうですよ、回復してもらった。はい、そうです。ザワンシーンは期間限定のイベントキャラだったのでもう出ません。はい、コンビ名がこのなん、フィアナの末裔っていうコンビ名なんですね。バイタミンのセロリン、なんだこいつ。あ、結構更新されてますね。新たなる神々の黄昏。新たなる神々の黄昏ってワードにしか聞こえないんだけど。絶対来るでしょ、メール。絶対ブロックだ。ほら、やはりなえなえ。メッセージ削除って手も足も出ないじゃないのよ。もうプンプンに酔うのに。そうですよ。しかし問題はこちらです。おかずで好きなのは肉じゃが。猫ニラって肉じゃが好きなんだ。私肉じゃが得意だよ。うちの肉じゃがはね、仕上げにバターを乗っけるの。そうすると安いお肉でもコクが出るのよ。何の話してます？うげえ気持ち悪いって言っとくか。バターはダメでしょ。なんもないですよ、手がかりが。あ、メール来てる。は？ディアネコにはヘルバーから来てるわ。削除された書き込みはこれ。選ばれし絶望の虚無。女の子と十字架を持った、追いかけっこをしていた？アルフの家族の人からメールが来て、ゲーム中意識不明になって入院しているそうです。選ばれし絶望の虚無に行けばいいのね。オッケーオッケー。あ、来てるじゃん。もうこれ以上は逃げられない。何に捕まったら、私は今ならまだ間に合う、今ならまだ間に合う、今ならまだ。怖い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 。何ですかこれ、天音鈴葉の失敗した失敗したみたいになってますけど。
あたしに黙ってどこ行くつもり？バレた。あいつがいるかもしれないんだ。黙って行こうとしたらバレた。安彦をあんな目に合わせたやつが。いや本名バラしちゃダメだと思いますけど。そいつを倒しに行くんだ。倒せるかどうかわかんないけど。倒すのよ。あたしも行くわ。嫌とは言わせないからね。え、なんでそんないいやさん。わかりました。じゃあパーティーに、ブラックローズタン、あとミストラルも入れていきましょう。でワードリストこれですね。選ばれし絶望の虚無。え？足りなさそう。 B が足りない。 B が一個もないです私。ということで B を集めに行ってきます。次回この選ばれし絶望の虚無に行きましょうね。シータサーバー、選ばれし絶望の虚無に行くんでしょ？行く。そういうことです。ありがとうございました。さよなら。